さて、皆さんが知ってる1997年の映画といえば、一体何が浮かびますかね？タイタニック、なんなんなんの。そうです、宮崎駿のデイダラボッチ。張り詰めた夢。というわけでございますので、もののけ姫入場いただきましょうか。ようこそおいでくださいました。美味しいご飯をみんなと一緒にパクリンチョして参りまっちょっちょっていうことでございますので、あそこに座しているのはそうです。アシタカの慣れの果てなんですね。3に求愛行動を続けて、月に数回会っていたにもかかわらず、最終的に振られてしまい、モロに噛み殺されそう。モロはもうその段階では死んでいてしまったな。モロの息子3匹くらいいたと思うんだけど、2匹だっけ？ 2 匹か。奴らの、名前って一体何だったのかな。まあ王と神でいいんじゃないですかねっていうところなんですけど、さあ明日香さん、じゃあもう仕方ない、私は僧侶になるしかねえということで髪の毛をすべて剃り刈ってしまったんですけれども、なぜか違うところから髪の毛に変わるものがニョロニョロと生えてくる事態に陥ってしまったということで、さあその復讐心を一体貴様どこにぶつけようというのかねという、そういう恐ろしい状況に慣れ果ててしまっているんですが、さあお前の怒りをぶつけるな、そんなところではない、そこのノーブラプルンプルン女にゼリーをぶっかけるように白濁液を投げつければそれで完成、チンチロリンなんでございます。さあやっていこうか。おっとここでカヤはいつもあなたのことを思っていますというその言葉で、なんと僧侶としての性欲にまみれたその頭がすべて煩悩をかき消してしまった。おかげさまで僧侶としてあなたが本来進むべき道というのは一体どういうところだったのかというのに改めて気づくことに成功したのか。ところが残念ながら賢者の石、秘密の部屋、アズガバンの囚人でディメンターに魂を抜かれてしまったこの男はやはり性欲にまみれて全て全身を触手まみれにすることによって男女構わず新たいう穴にその触手をニュルニュルと閉じ込めていく、そんな欲望に駆られたえげつない男ライスはじめチキンライスは松本人志、牧原の理由ということでございます。さあやっていこうか。まあまず早速のけど燃えろー、うわさあ出てきたこいつをいくぜファイヤー、一発でへっこんでしまった、違う間違えた、えい燃えろー、もう一丁出てきた、ニョロニョロてぃてぃてぃ、あーそしたらもったいねー、もったいねーということで、さあ行こうか、限りある資源を使い尽くしていくのが雨あられ。ところでそこの隣の赤ずきんちゃんさん、お前は一体何をやっているんだ、何もすることがないのであれば俺に狼さんの石ころライスを持ってくるが、一が間違えた、間違えたよ。これは何か飛ばしてくるんではなかろうか。さあ、萌え萌えピピピ、萌えピピピ、あなたの餃子よ、美味しくだーれという感じで、さあ、行こうか。行くぜ、燃えろ！現地調達したこの火炎放射器の威力。ところで、いつになったら後ろでピーってなるのか。一個へっこんだな。結局、貴様何もすることができないんだな。俺は燃えろ！お前ごとき！ヘイダラボッチ様の出てくる出番ではないんだ。行くぜ、獅子神様のライトニングホーク。わあ。あれ、なんかもっとさ、白熱した戦いをこう、もののけ姫としてやってみたかったんですけど。まあ、武器が武器だからね。はい、じゃあ、ネクストボス。もうね、バイオハザードと言ったら、この方しかいないんですよ。さあ、ギオーネ、お前の右乳、左乳、どっちからもぎもぎしてほしいか言ってみな。それともその、耳につけている、小イチゴサイズかな？そいつを、外さずに引きちぎってやろうか。とんでもなく恐ろしい。まあ、バイオハザード、実はホラーゲームだからさ、全くお化け要素がないんだけど、ホラーってさ、その、なんて言ったらいいんだろう、その、まあ、サバイバルホラーって歌ってるゲームだけどさ、実態はどうなんだろうね。あの、実際にその、なんだろう、実態のあるもの、要は、いわゆるお化けと呼ばれているものかをホラーと呼ぶのか、それとも、ゾンビのように、なんか生きとし生けるものが、なんか屍になって、あーとか言いながら、こう、彷徨っているっていうものもすべて、
めてホラーっていうものなのか、まあ、フランケンシュタインとかドラキュラとかああいうのも含めるとお化けというよりはなんかもともと人間だったものがなんか何かしらの実験で、まあ、何かしらのっていうイントネーションが面白い、何かしらのイントネーションがあって、まあ、人体実験をされた結果なんかよくわかんないことになっちゃったらキャッキャウフフみたいな感じで、はい、つまりかベラベラ喋っているうちにウェスカーさん、あなたのことが私は会いたくて会いたくて仕方たまりんこちちちちこれ以上は言えない、これ以上言うことはできない、ダメだ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 、狂い始めてる狂い始めてるということなんでございますので、まあそんなことも言っておきながら、まあ実際にですねこいつをですね、まあ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 だらっと戦ってても仕方がないから、まずは容赦なくボッコボッコにマグナムでねじ込んでいこうかななんていうふうに思ったりもしてます。わーご褒美プレイ、さっきのパンダで注文することができなかった VR 美少女がまさかの 3D になって現れてきて、またハサミチョップ、いい感じですね。さあ行こうか、こうぬる、あ、お腕がおっぱいぱいチチチに当たっているということで、フンミン肘鉄エルボーアタック、はぁ、チャキッと、さあここまでボコボコにされて、あ、プルプルしてるよ、さすが HD プルプルしてやがる。さあということで、ドゥオーツ、おーっとここでまさかの 4P 宣言だ、それはやりすぎだ、クリスはせいぜい 3P までが、3ピース発言、なん、7分ですね。7分もお前相手にいらないよ。トータル録画時間が7分っていう感じでいいかもしれないですね。あ、シェバが近い。You hinge is upon this fight! Upon this fight! で、ここで必ず銃を撃ってくるんだけど、まあ逃げて、シェバ、シェバ、早くおいで、おいでおいでおいで、おいで、シェバ、シェバってる、シェバってる。そうです、私はここにいます、ぐるっとシェバシェバ、じゃ邪魔っぱ邪魔っぱジャンパー、はいはい、全然ダメだな。そうですね、マグナも4発受けてもなかなか死なないあなたに対して私の攻撃なんか全然ダメでございますね。そんなことを言っておきながらジルは任せて、またはウェスカーを、そんなレザーだから、あの、違うんだよ違うんだよ、本来は俺なんかウェスカーめっちゃ引っかかってない、右の方で引っかかってない、僕も帰っていこうとしてる、近い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 、何しとんね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 、ヘルプミーヘルプミーウェスカー、近い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 、いやいやちょっと待って、まさかまさかのまさかのシュル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 シュ、助かった、おいスン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 、インスンサスンウチ、はい、お芝居、残念でした。お前ごときの蹴りが俺に当たるかよ。てめえの蹴りよりも俺のマグナムの方が早いぜ。つまり、そーのーよーそーの逃げるということでございますんで、ガー攻撃、そうだ、お前のアサルトライフルを、ウェスカーのこめかみにぶち込んでおやりなさい。さあ、出てきた瞬間がお前の終わり。あれ。一発目もお見舞いできない。危ねえ。逃げる。ちょ。よっしゃ、じゃあここは必殺、モンゴル祭りで行こうじゃねえか。朝青龍白鵬以来の。待って。なぜ向かっていく、なぜ向かっていく。あれちょっと待って、宝石が拾えない、んどこ行った、何してんの君は、何してるの、くっそー、7分相手にさせられるかもしれないというそういうオチ、うわー出てこい、やばい、チャビが、あっ、はい、来た、さよなら監督、また来て、シカーくーん、なぜ、ちょわい、うい、なぜお前そんな、あっ、来て、はい、残念、あれ食らうと思ったのに、食らわのトッポ、ちょっと待ってね、あー、ちょ待って、お前ほんと父好きだな、ちょっと待って、ボコボコにされてる、向こうの鹿に入ってはダメよ、お前こそゴリゴリに鹿に入りまくってんじゃねえか、撃たれすぎだろ、撃たれ強い女の子もなかなかいいと思いますね、さあかかってこいよ、カモンうらうらカモンカモン、なんだよ逃げんのかよ、お前所詮その程度の男の子だったってなんで死にかけてるんだ貴様は、おい、どうやらあの
アクリスのピストンで果てる前に、先にベスカーさんが、もうこれ以上俺の白濁液を出すことができた、もうなんか、どうなんだろう、このあたりがちょっとストレートに言い過ぎてるかもしれないですね。もうちょっとこう、オブラートに包んでいきましょう。白い液、もっとストレートになってる気がする。まあ、そんなことも気にしないでですね、まあ、さっさとね、次のボスに行こうかなと思うんですけど、あれ、なんでお前さっさとさ、じゃあ、レックスとかって言ってさ、カットしていかないのって思ったんですけど、やっぱボスって言ったらこいつなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、よくあるさ、PC バージョンでやってたら、お股が見えた。そこがなんかこう、あれだね、PC のモッドとか入れたら、あそこがないで思いっきりパックリッチョしてさ、マロンディスちゃんが出てるところとか見えたりするかもしれないですね。そんなスケベなことをゲームなんかに思い込むんじゃねえよ、このただのスケベ野郎。まあまあ、スケベなんですけど。そう。だいたいさ、このバトルスーツとかってさ、まあ確かにピッチリモッチリでさ、動きやすいのかもしれないけど、完全にこれウェスカーさんの趣味でございますよね。いやー、お前はね、ミニスカよりもそういうピッチリでね、体のアウトラインをこう全てが出るような感じの服を着せる方がね、エロくてたまらないんだよ、チキショーって感じで。まあ絶対実験材料にする中でね、男、女って、だって、2on2 を求めてくるような男がさ、スケベを求めてるわけがないじゃないですか。しかもこうやってさ、あえて胸に装着させるってさ、まあ心臓に近いところだからさ、そのポンプを使っていろいろなところに血液流々って、うおーって言ってるのかもしれないけど、そんなことは関係なくさ、だいたいそもそもお胸に装置をつけるってことはさ、絶対こいつさ、うん、ここの乳首も、あ、乳首って言っちゃったよ、もうここのイチゴライスもこうやって、ベレーションズ以来の谷間を見てしまったぞ。On the chest! 最高じゃねえか。ところでシェバさん、お前さ、その真正面に立って普通に見えてるのに角度を、ま、カメラの角度をちょっと下にするだけでおパンティーが見えそうになっているんだけど、そんなの大丈夫なのか。自分自身のために使っとんがなということでさ、こちらはしっかりといただいて、やばい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 、そう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 。で、PC バージョンだったら、やっぱりカーソルでさ、すごい動きやすいみたいなところがあるのかもしれないけど、ね、残念ながらね、完全に今シェバあれだよね。シェバアルドーマ、体打ちぶち抜きやがったよな。よっしゃ、行こうぜ、ベイベー。歯がいじめ。ビホールド、ビホールド。頼む、頼む、頼む。チェスト、そうそうそう、チェスト、チェスト、そう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 。そう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 、いいね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 、違う、引き剥がし、そんなこんまいところよりもさ、もっともっと大きなスイカちゃんメロンちゃんをやってあげる方がいいんじゃないですか。残念だったな、貴様ごときのケリアパンチが私に入るとでも思って登っていった。重力を無視する女ってなんか素敵だよね。でも上に登ったところで何もすることができないで、降りておいでさあ、だ、残念でした。一本、さあ引き剥がしたいべ。お前のそのチェストにあるイチゴマンゴーを引き剥がすことができたら、スイカをパックリいただくからな。目隠しをしてスイカパックリ頭から、よっしゃ行ってやろうじゃねえか。胸の装置を狙ってパッカン、ケイ、おしまい、いい感じ、たた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 た、引き剥がし成功しますと思うじゃん。まだか、意外としぶといでやんすな。残念でした、また聞いてね、うるる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 る。さあ結構しぶといですよ、しぶといですね。お前と戦いたくないんです。そうです、お前と戦うことはベッドの上だけ。あ、健全な中学生や小学生が見ているかもしれない。いや、バイオハザードもう見てないか。しかもこれ2009年だもんね。今時の小学生や中学生まだ生まれてないですもんね。いいですね、さあ行こうで、しばけ、いけいけ、ゴー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 、さあ行こう。ダメよクリス、ゴーってやった瞬間に残念でした。うおー、引きちぎって根深い触手をプリンとやれば、あなたから出てくるメロンとスイカ、どっちもウォーターメロンとメロン、メロンの名前がつくのなら、あなたの先っちょクリクリしちゃおう、チュッチュチュッチュ。さあゲットファイヤー、ありがとうございました。というわけでですね、いよいよ船に乗り込んで最終バージョンの敵の方に挑んでいきたいと。バージョンってなんだ、最終チャプターの方ですね、の武器に挑んでまいりたいと思いますので、キャッキャイチャイチャを見せたいところなんだけど、こんなラブシーン誰も望んでないわ。ゴリラと人間の求愛コースではまた後ほど。さあやってまいりました、バイオハザード切手のマシンガントーク。こいつが一度喋り始めたら本筋から外れたことで、いろいろとベラ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 止まりませんということなので、こちらだってマーケージとしゃがむ、しゃがめない、あれ、なんで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 、
まあ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 、まあお前のマシンガンが速いのか、それとも俺の弾数の方が速いのか、ダダ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 ダ、すべての弾が打ち尽くされるまでお前に攻撃の隙間など与えない。どうだどうだ、痛いだろう、こんまいだろう、キャー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 、死にさらせ、ダダ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 、すごいなこいつ、すごいなこいつ、もうこうあれだよね、なんか多分あの骨の数よりも弾の数の方が多くなってくるような、あれな、人間の骨の数っていくらだったっけ、まあ、とりあえずあのチャクラ転結の数は261個あるはずなんだけど、やばいやばいやばい、マシンガンは諦めて急な爆発物陳列祭出してきやがった、ででで、浮いてそっちかい、さあ俺のことを回復させてくれ、さあそんなお前上を打っている余裕なんかあるのか、いつもいつも違う話にそらしていって私と喋ることをいつもいつも拒んできた、やばい、助けて、痛い、やばいなこれ、こいつマジで、あらら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 、これを打ち尽くして、あれいつの間にか、あれちょっと待って、ちょっと近くで見せて、サングラスどこやってん、やばいやばい、痛いってシェーマンどけってお前、いつまでも狼のお腹の中で眠ってんじゃねえぞ、そろそろ起きなさい、石を詰める時間です、アッパーアリバースナッカー、これでも死なない、えあと90発しかないよ、クンだからシェバッチシェバッチジャマッチフィニッシュ、オッケー、かっこいい終わらせ方ができたかもしれない、さあじゃあ続いてのボス行こうか、次は巨人のあの子だよ、さあ女の子なのに巨大なおちんちんを手に入れてしまった女の子、かっこやばい社長、やっていきましょうか。ということでさ、この子はですね、まあ、あの、ウンデスみたいな感じで、ウンデスみたいな感じで、まあ、あの、まず本体を出すために、こう、なんかあの、ニョロ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 と生えている、あの、荒いおちんちんと書いて、ソチンっていうものがあるんですけど、そのソチンをまず潰しますと。そしたらソチンを潰すと、本当のあの、マグナムっていうのが出てくるので、そのマグナムのために、マグマム、マグマムにはマグマムをね、こうぶち込んでいかなきゃいけないというところでございますんで、さあ、早速、これ出てきたマグナムに対して、クリスのマグナムですね、ぶち込んでいくという感じですね。ほい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 。ほい、よいしょー。カチャ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 。はい。いつの間にかなんか2発か3発か4発か、痛いー、食って湧いて出てきた、お前はマグナムを落とさないのか、やばいやばい、沈んでいく、はい、おしまいじゃないのか、おしまい、あー待って待って待って、ために溜めたマグナムが全部終わっちまった、どうしよう、あー今度はそっちが5本も入ってきやがった、おめえそっくりも性欲が溜まっているのか、やっぱ性欲が多い人ほどあのおちんちの数ってどん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 増えていくもんなんですよ、え本当に そんなことあった、あちょ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 、やばいやばいやばい、これ攻撃を与えなかったら、攻撃を与えなかったらドスンドスンされちゃう、ドスンドスンされちゃうんで、急げ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 、セーフ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 で、なんかあの赤くなってたじゃないですか、あれもうね、あの今まさに発射寸前みたいな状態になってたっていうことなので、その発射させないためにもあのちゃんとね、あのしこってあげて、あの沈めなきゃいけないってあげるっていうね、あそういうことでございますよ、はい、でね、あーなんで今度爆発してるんですか、おかしいですねおかしいですね、はい、解説、セキューソーマッチーニューン、あ、てだから攻撃をさっさとね、しばいていかないと、もうね、あい、そうそうそう、で、あのだんだんあの性欲が満たされていくと、こう色がね、あの 黒ずんでいくっていう感じなんですよ、だからこの赤いやつは血気盛んで、あのバイアグラ飲みすぎて、やーばーばーばー、いやいやいひらめっていう状態になってるんですよね、はい、ということで、まずは、やっぱりね、あの、弾数よりもどんだけ散らばって、顔までドピューといけるかなんですよね、あ、まだいた。まだいたのか。オッケー、あ、ちょ、痛い。こいつらマジで邪魔だな。よいしょー、オッケー。さあ、最後の一発お見舞い。ドピュードピュードップしてやったぞ、ベイベー。で、こいつら動かないのか、フリーで中から出てきたマグナム、そうなんで、お前にマグナムを与えることができなくてすごく残念なんだけど、でも仕方がないから、もうあれだよね、あのマグマムよりもあの三段力のあるですね、やっぱりあのお腹の上じゃなくて顔までやってやろうじゃねえかっていうことで、俺はもういつかもうなんかもうこういうのがさ、女の子とかにバレてさ、もう本当に本当に軽蔑な目をさせられてしまうかもしれないっていう、そんなこと関係ねえよ、マグナムがしおれていく、
あれ、俺今ちょっとマグナムって言えた？ナムー。バイオ5といえばやっぱりこのシーンですよね。オスプレイ登場、プロペラはどっかになくしてきちゃいました。なぜなら今度、今から新しくものすごく荒々しい運転技術を身につけていかなくちゃいけないところに、プロペラなどという危険因子があってはならないものなんでございますよ。さあウェスカーさん、ヘビヘビタイム、ニュルッと行こうぜ。お前はもうウェスカーじゃない、エージェントスミスだ。さあ分裂してみせろ。お前の範囲はエージェントスミスで街を埋め尽くすことができなかったからだ。さあそんなこと言っているが、お前は果たしてそんなハンドガンを持っているのか。クリス、膝蹴り、肘打ち、そして投げつけからのバク転、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 E ランド、オッケー、おまけの横回転からのセクハラ。さすが期待の新人ルーキーちゃんの写真を密かに机の中に仕込んでおいて、仕込んでしこってるやつは違いますね。デブルデイ、ヒューズカム、ワンステップ、セルフディストラクション、クローズセルフディストラクション、アンヌッディスジョンズ、ウォー、アイ、セビゲットって言ってるやつですね。さあ、この距離で銃を撃たれても全くもって耳が痛くないですよーって言ってる。なんだかよくわかんないやつなんですけど、まあ、なんてやつなのって言うんですけど、アルバート・ウェスカーさんって言いますよ。以後、お見知りおきよろしくお願いします。そしてその妹分がアレックス・ウェスカーちゃんっていうやつですね。この4年後にロケットランチャーによって爆発死滅させられます。どうやらウェスカー一族はロケットランチャーで沈められてしまうという、そういう一族なのかもしれませんね。さあ今からロケットによって打ち上げられていこうとしているところなんですけど、その前にお前をロケットランチャーで沈めてやろうじゃないか。Well then, I'll test you kill you quickly, huh?ということなので、まずは貴様をなめぷしてやるぜ、ベイベー、燃えろ、痛い、ちょ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 、痛い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 。まずは俺がしばかれてしまった。俺がしばかれのゾンビーノっていうところなので、ここに来るまででですね、セーブポイントちょっと特別に設けないまま来てしまって、かつですね、回復アイテムをなんか無駄にこうポコポコっと使ってしまったから、死んだらごめんということで、まあそんなことも気にしないで、とにかく、こんな暗い世界の中でさ、ターミネーターでもないのにさ、こうやっちまうからいけねえんじゃないですか。おら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 、あ、この程度か、その程度なんです、すいませんでした。でも一発3000円のでね、お土産をお前食らっておいてさ、その程度かって、なんかすげえ贅沢なこと言われてるような気がするんですよね。ということで、もう一周くらいお見舞いしたいところなんですけど、さあ来るかな、ぜいうわーって言ってるんですけど、まあやっぱりターミネーターのシュワちゃんばりのね、なんか赤いマシーンになってさ、くる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 やらない限り見ても、こいつすぐ見失いの人のこと。助けて助けて、これか、急な波動拳。結局やっぱりあれなんだよね、忍術よりも剣術よりも体術が一番強いっていう話なんだよね。まあそれ以上に強いのは戦術なのかもしれないけれども、陸道仙人の登場でございます。さあお前にキュービの妖子をぶち込んでみせましょう。はっ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 は、オッケーチェイ、あいば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 い。さあ、シェバさん、私のことを回復してくれない？まだこの程度の体力だったら貴様いつまでもいけるだろうが、もっともっと張り切って、もう、チリサイドで行きましょうぜ、ベイベーってやつですね。ウェスカーさん、あ？ウェスカーさん？ウェスカーさん、そんなロケットのワンチュアを投げてこいって。そうなんだよね、こいつさ、すべてロケットを投げるのはいいんだけどさ、どうやってか、火をつけてんのっていう話なんでね。まあ、ここにいたら全くもってロケットをね、だから、ここで全く傷のつかない、こう、ギミックっていうのも最高すぎるよなって。ああ、ぜいうわって、こういう時はなんだか壁越しにあなたを見つけることができるんですよ。なぜならオーラを感じるからねって、すいません。私はただの、シマウマ柄のゴリラです。でい、ぬおー、避けられてしまった。そんなこともあろうかと。お前にもう一発ぶち込んでやろうじゃねえか。真に優秀な遺伝子は私のようなオカマちゃんのことを言うんです。あれあれ、ちょ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 。バケットランチャーで、フリー。これね、一人でつける方が早いんですよ。なんか二人でつけた時の方がかっこいいっすよ。かっこいいけど、実用的かどうか、なんでそこまで言ってお前、耐えるのよ。こっち。You can hide forever! って言うけど、ズン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 。
うせえこの野郎、くれてやる、おいしくいただきちょ、パクリちょ。オッケー、さあ行こうか、ファイヤー。お前の人生は歯がいじめにされて、そしてお注射天使リリー、なんだか髪型がまるでクワガタのようにしっちゃかめっちゃかになってたか、大丈夫か、オイリーが垂れてねんじゃねえか、ポマードポマード。さあじゃあこいつの変わり果てた姿をみんなで見に行こうじゃねえか。お注射は終了でございます。では本当のラスボス、みんなに会いに行こうぜ。なぜそんな姿になっちゃったのかは小論文にしてまとめてきてください。ではでは。さあ無事に着陸に成功することができた2人の元にやってきたのは、そうです、雨が降っています。ちなみにこれ溶岩の世界なんだけどさ、溶岩の元にさ雨がペラって降ってきたらどうなんだろう、固まってしまうのかな、それともやっぱりこう気温というか温度が違いすぎて雨の方が逆に、おお僕が溶岩の養分になって差し上げますみたいな感じになっていくのかっていうと、この辺り一体どういう状態になるんだろうね。まあまあ、あまりにも多すぎる水でやーってやったら、あの溶岩も固まってただの石ころみたいな、だって溶岩の岩は岩っていう字だからね。そうです、あのボルケーノっていう映画でなんか大量の水をまくことによって、あの街に流れ出そうになっていた溶岩をせき止めるっていう、そういうお話もあったりとかするからね。ちなみにあのコンゴっていう、あの灰色ゴリラっていうね、あの猿とチンパンジーじゃない、猿とゴリラを交尾させて出てきたあの殺人兵器みたいなあのやつはですね、あの溶岩にねどん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 あの飲み込まれて巻き込んで死んでいったっていうね、あの最後の最後哀れたっていうか、まああれもね人間が作った産物によってさ、あのいつもお前を見張っているみたいなことを言われてですね、あの人間様がボコボコにしばかれたんだけど、まあやっぱりあの生物兵器っていうのは最終的にあの全て絶滅させられるっていう運命のもとにあるというところでございますから。であのクリスがどうしてもですね、あの僕のムービーにあの M92F が出てるからそこだけは絶対に譲れないなんでコンスみたいなことをなんか言ったりとかしてるみたいだから、とりあえず仕方がないからあのこれ持ってきてみました。はい、パンパンパン、やばい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 、飛ばされる飛ばされる、ブミー助けて、うわー、このくだらない世界のどこがいい、くだらないから世界はいいんですよ。ということで、飛ばさないとね、これね、こいつね、すぐここ上がってきよるからね。で、ういってことで、一応持ってきちゃう、バレちゃった、ネタバレしちゃった、ネタバレのしちゃったんだよね。そう、ネタバレしちゃったんですけど、やっぱり最後の最後は、こいつロケットランチャーで沈めなきゃいけないんじゃないかなっていう気がしてるんで、とりあえずやれるだけのことはやっちゃいましょうということで、さあ行こうか、行くぜ白鵬鶴竜、うわーさあ昇竜、あけぼろさん、お前の相撲人生のすべてをかけて、おりゃーもう一丁ぐるぐるアタック飛んでいけバッキャロー。ところで柴さん、お前はいつまでスタンロットを持ってこっちの方チラッと見ているんだ、そろそろこっちに飛んできてくれないか、よし行け、やばい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 、違う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 、拾って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 、でこれ飛ばされたら終わりだから、ふいほいに捕らえな、これはこれは非常にまずい、これは非常にまずいぞ、ひるめ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 よー、さすがラスボスだ、なかなかやるじゃねえか、キャー、これあれなのかな、やっぱりちょっとさ遊んでみる、遊ぶ余裕ないんだけど、ちょっと待ってね。これを爆発物陳列剤しておいて、ちょっとひるんだところを、まあ、もう一回こうしば、なん、ちょっと待っていい、しば、しば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 。ほんと紹介だからさ、こうストレートに終わらせたいっていうところなんだけど、なぜかお亡くなりになるところも含めて紹介をするっていうですね。はい、もう前代未聞のプレイを お見せしてるかもしれないんですけど、もうこんな風に遊んでるやついないよね、多分他にね。ということでございますんで、とりあえずこっちに行ってからのヒューマンディレクション、ヒューマンディレクションってなんだ、よいしょ、でこっちでチュドンチュドンやっている間に、ふん行くぜ、さっきはやっぱりスピードが足りなかった、お前のことをもっと過信して援護して差し上げてください、銃でボッコボコに撃たれることによって、さあ行こうぜ、まだ見ぬ世界へ、ファイアイ、お前をユートピアへ連れて行こうじゃねえか、うん、そう
ここで咳止めてね、あの流れていかない優しい優しいサンクチュアリっていうことで、ちょっとこの先っちょに行ったらどうなんだろうな。うぃー、暴れ散らかしている。さあ行こうか。ちなみにこのポッポッポサイズ、いやこれはまだお前に使うには早い。お前のことみを使うにはまだまだ早い。でやっぱあれなんだ、食らんだね、ちゃんとね、あと食らってくれてるなってことで、顔面ハンドガン、顔面ハンドガンてか、これ以上近づく、いや無視してんな、完全に無視してんな。てかもうさ、一物がさ、股間から右腕に移動しただけなんだよ。あ、ペコってなった、ペコって、あ、ペコペコってなった。あ、ちょっと待って、シェバさん、シェバーノさん、シェバーノさん、ちょ、だってシュバーノさんさ、全然さ、攻撃してくれないんだよ。こっちの方に行かないと攻撃って当たらないもんなんですかね。ほんとね、最終決戦に行きたいんだけど、シュバーノ、なんでお前まだそこにいるんだよ。全くもってこっちに来る気がサラサラねえじゃねえか、このガールが。うおー、誰かにやられたかな。ダミュー、ファウンジュー、見つけたぜ。さあ、飛んでいこうじゃないか。ポイントバーブ、ドーン。ただいまのゴリラでございます。目障りなゴリラでございますね。さあ行こうか、行こうぜ。どこ行っても汚い世界、汚染、温泉は気持ちいいぞ。さあ、あ、やばい、さあ、シャバ、さあ、食らって、いいね、さあ、こっちの方に注目してください。顔面ショットガンをピペッと飛ばしてくれば残念でした。お前ごときのそんな鈍足ドピドピなんか、全くもって俺の顔面に飛ばしてこようとしているのか、お顔に出してもいいかっていうことか。そうか、そういうことだったんだったな。それは気づかなかった、残念でしたな。さあこっちまで来ておいで、来ておけ。お腹が追い出されました。そしてヌメ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 してる気持ちは、なんだ、そのさ、かわすことのできないさ、QTE でかわすべき敵のさ、あれをな、ね、おー、なんか来たべって、傲慢なお前らは裁かなければならないって言ってもさ、どう考えたってさ、エボリューションに来ることもできないさ、やつはもう俺の世界にはいらねえんだよとかっていうさ、なんか言ってる。お前の方はどう考えても傲慢な気がするんだけどね。傲慢なさいか。傲慢様、傲慢なさい、ぎょいー、こっち、おかえりなさいまし、田代はまさし。さあお前の顔に向かっていつでもショットガンをぶち込んでやろうじゃねえか。持ってきてないけど、バイ、ふーん、いや、食らうんじゃねえか。ほら食らった、ほら、油断するとそうなっちゃうんですよ。おい、顔、花の王と書いて顔ですね。さあ下がっていけ、どんどん顔を打たれれば誰だって気持ちよすーっていうやつですね。いいですねー、チェンソーヤボだって。それは顔面打たれたらウィーってなってフックショットを打たれていくような、フルフルこれはただ単に命中率がどんどん良くなっていってるだけなのかもしれない。さーて開いたぞ、お胸パックンチョー。その開いたお胸に向かって私が最後をプレゼントしましょう。しかしまあこいつの人生もかわいそうだよね。幾度となくロケットランチャーぶちかまされてさ、挙句の果てに溶岩の中で足を取られて全く動くことができない状況になっていてもなお、さらにロケットランチャーを頭に叩き込まれるというですね。いやーどうなんだろうな、死に方としては一番ふさわしいのはどうなんだろうね。やっぱこいつの場合はさ、自分がウロボロス注入されてうぎゃーってなってるんだからさ、もう痛くて仕方ないよーということで、逆に痛みを和らげる薬を飲んでさ、え、普通の体ってこんなものなのっていうさ、こう今までこうウイルスによって得た力を全て取り除いて一般人にすることによって、一般人やだーって言って溶けてなくなっていくっていう方がいいのかもしれないよね。あー、なんかバイオハザードの映画でそんなシーンを見たことがあるかもしれませんでしょうね。はい、ということでございますんで、なんとかですね、バイオハザード5ボス周すべて終了することができていないんですよね、まだね。見えた、シェバのパッティということで、まだまだですね、こうバイオ6とあとバイオ7かな、まあちょっと気が乗ったらやろうかななんて思ったりもしてるんですけど、いかんせんね、1本のムービーを撮るのにね、これね、撮影だけでね、5時間6時間とかでかかってやってんすよ。そのバイオ RE2 とかみたいにこうセーブポイントでこうなんか切り張りとかできるんじゃなくて、こう一個一個ストーリーを進めながらやってってるから結構大変なんですよね。特に7なんかはもうね、僕ね、7が僕の中で一番ハマれなかったバイオハザードだから、
セーブ全然できてないっていう感じなんですよね。まあまあまあ、そんな裏話なんかっていうのは放っておいて、とりあえずこいつを沈めて、綺麗さっぱりと終わりにしたいかなというふうに思いでございます。まあ皆さんですね、楽しんでいただけたのではないでしょうか。サムルベッチ、さよなら、また次回のバイオハザードでお会いしようぜ。チャンネル登録ボタンとグッドボタンもよろしく。ではまた。That was for our fallen brothers.